こんにちは。歴ショックです。今回は、幼い家康を織田氏に売り払ったとされる織田氏のその後について紹介します。家康は幼い頃、今川氏への臣従の証として人質に出されるところを織田方に寝返った織田氏によって、銭と引き換えに尾張に連れて行かれたとされています。実際のところは、そうした事実は記録になく、徳川氏による創作とされており、その証と言えるように、戸田氏はその後、家康の家臣として厚遇されました。松本藩6万石、宇都宮藩7万石と、譜代大名として繁栄したほか、分家には大垣藩10万石を領した一族もおり、江戸時代を通して、戸田氏は存在感を放ち続けました。今回は、松平氏と同盟して、織田、今川の間で生き残った戸田氏の歴史、譜代大名ながら、勤皇派として幕末維新の動乱でも活躍した、戸田氏のその後について紹介します。家康を討ったのは創作だった。桶狭間の戦い以前の戸田氏。戸田氏は、公家で、室町時代には、六代将軍、足利義教の正室も出した、近江町三条家に連なる家とされています。応仁の乱の頃に、近江町三条君春が近江の国に移り、息子の実光が知多半島周辺に根付いて、戸田氏を名乗ったとされます。もっとも、年代的に出自が怪しいと、江戸時代からすでに言われており、実際に系譜が明らかになるのは、実光の子とされる戸田宗光の時からです。宗光は、尾張の国の知多半島東部の港町を支配し、やがて、対岸の渥美半島にも進出し、三河湾の制海権を得たことで、力を持つようになりました。宗光は、家康の祖先で、松平氏三代目当主の松平信光の娘を妻に迎え、その間に後継ぎの範光を設けるなど、同じ三河の勢力として、松平氏とは当初から友好関係を築いていました。やがて、渥美半島一帯を支配下に収めますが、渥美半島は地理的に遠江の国と近く、早くから今川氏とは敵対関係になっていたといいます。戸田氏はその後、渥美半島から北上し、現在の豊橋市周辺に勢力を持っていた牧野氏の領地への進出を狙い、三河湾一帯の支配を目指しました。戸田宗光の孫、正光の代には、家康の祖父、松平清康が三河一帯に勢力を伸ばすまでに成長したため、これに従い、清康が森山崩れで亡くなった後も、友好関係を維持していました。清康の死後、松平氏は息子の広忠が継ぎ、広忠は今川氏、水野氏と手を組み、水野氏から於大の方を正室に迎え、その間に家康が生まれています。家康が生まれた頃の戸田氏当主は戸田康光で、康光も松平氏と歩調を合わせ、今川氏に当初は従っていました。しかし、松平氏内部で、広忠の叔父の松平信孝が、水野氏と結んで、今川氏の勢力を味方に引き込もうとしたのに対し、広忠が反発し、両者は対立関係になってしまいます。最終的には、広忠は松平信孝を追放し、水野氏との同盟も破棄、今川氏とも敵対関係になりました。この時に戸田氏は、対立していた牛久保城の牧野氏が、松平信孝や水野氏と組んでいたことから、広忠との同盟を継続し、今川氏を敵に回す道を選びます。この後、唯一の同盟勢力として、松平、戸田の関係は深くなっていき、康光は、於大の方と離縁した広忠の継室として、娘の巻姫を嫁がせました。この縁組により、康光は、家康の義理の祖父になります。ただし、この外交方針の転換は、松平、戸田陣営のみで、織田、今川、水野、牧野といった勢力を相手にすることになり、特に戸田氏は、東の今川氏からの脅威に直面することになります。そして、1547年頃に、戸田氏は今川氏の侵攻を受け、滅亡の危機に瀕することとなりました。一般的には、この時期に今川氏に属する松平氏が織田氏に対抗するために家康を駿府に送る際に、戸田氏が護送を請け負い、家康の身柄を今川氏ではなく織田氏に引き渡したとされています。しかし、この有名な話は同時代の資料には一切書かれておらず、家康は今川氏と戸田氏の戦いと同時期に織田信秀が三河に侵攻し、松平氏が降伏した際に人質として直接尾張に連れて行かれたといいます。仮に、織田氏から戸田氏に資金提供があったとしても、
織田氏が味方勢力に資金援助をしたというだけのものでしょう。この話の実態は、松平氏が織田氏に屈服したという事実が江戸時代には不都合で、事実を隠蔽するために作った創作だと考えられます。その後、戸田氏は今川氏の侵攻を受け、戸田康光は吉田城で戦死したと伝わります。一方、戸田氏の本拠地の田原城は嫡男の戸田隆光が奮戦し、一度は今川軍を撃退しました。しかし3年後には再び今川氏の侵攻を受け、田原城も落とされ、戸田氏は一時滅亡します。この時に戸田康光の次男戸田信光は、父や兄とは袂を分かち、未練議城を本拠に今川氏に従い、生き残ることに成功しました。信光は今川家臣として桶狭間の戦いまで今川氏に従いますが、やがて今川氏が衰退すると、再び長年の同盟相手であった松平氏と手を組むようになります。初めて松平の姓を与えられた大名になる戸田氏の、その後家康は桶狭間の戦い後、今川氏から独立を果たし、織田氏に組するようになり、戸田氏も家康の動きに同調しようとします。しかし今川氏真は、戸田氏をはじめとした三河の黒人領主の人質を、かつての戸田氏の拠点吉田城に押し込めていたため、容易に今川氏を裏切ることができませんでした。戸田氏は戸田信光の妻が人質になっていましたが、信光の子戸田重貞は今川方の上将小原重真と仲良くなり、近隣の勢力だったこともあり、自由に吉田城に入ることを許され、隙をついて母を奪い返しました。そして家康方につき、かつての渥美半島の主戸田氏が家康方についたことで、今川方から離反する動きは加速していきます。この後重貞は家康の吉田城攻めに従うも討ち死にし、戸田氏は弟の忠重の子安永と続いていきます。安永は父の急死により6歳で家督を継ぎましたが、家康は昔からの同盟勢力である戸田氏を重視し、於大の方の娘で自分の妹にもあたる当時3歳だった松姫と婚約させるなど、戸田氏を保護しました。この時に家康は安永に松平姓を与え、戸田氏は松平一族以外で初めて松平の姓を名乗る家となります。やがて1574年に元服し、家康から一字をもらって安永と名乗ると、武田勝頼の高天神城攻めで初陣を飾り、本能寺の変後の小牧長久手の戦いでも活躍しました。関ヶ原の戦いでも水野勝成と共に大垣城を攻略する手柄を挙げ、戦後には上野白井2万石の藩主にまで出世します。安永は実直な性格で、戦功を挙げても武功を主張し恩賞を求めることをしなかったといい、その誠実さを買われて家康、秀忠、家光の3代にわたって重用されました。領地も加増され続け、最終的には信濃松本7万石の藩主にまで出世を果たしています。晩年にはかつて大御所秀忠が居住していた江戸城西の丸の留守居役を任せられるまでになり、1633年に亡くなる際には家光自らが松本へ医者を派遣したというほど徳川家からの信任を得ていました。安永の後は三男の安直が継ぐも、正室の松姫の子ではなく、ここに戸田氏と於大の方との血縁は途絶えてしまいます。安直は18歳で急死するも、安永の功績が加味され、無視断絶とはされず、お家の相続が許されました。その後戸田氏は松本から明石、美濃加納、淀、鳥羽と転封され、80年以上経った1725年8代将軍徳川吉宗の時代に松本に戻り、以降明治時代まで松本藩主として続きます。幕末になると公家の扇町三条家を祖先に持つこともあり、松平の姓を名乗りながらも勤皇寄りの姿勢を見せるようになります。1862年には藩士の伊藤軍兵が松本藩が警護を務める東禅寺に滞在するイギリス公使殺害を狙い、警備のイギリス人2名を殺害した第二次東禅寺事件を起こしています。戸田氏は分家の宇都宮藩が最も尊王攘夷に力を入れており、幕府のアメリカ公使館警護の命令を拒否し、朝廷のために古墳修復に尽力するなど、独自に活動を続けていました。長州藩が京都に攻め寄せた禁門の変では、
譜代大名として幕府側に立ちながらも、岩倉具視に並ぶ尊攘派の公家、扇町三条実成の屋敷の警護に回っています。最終的に、戊辰戦争では、幕府から北の玄関口、上州碓井関所の守備を命じられるも、新政府軍に恭順し、松平の姓を返上して戸田に姓を戻し、新政府軍の一員として各地を転戦するに至りました。こうして、戸田思想家は、分家の宇都宮藩主と共に、明治時代には子爵の爵位を与えられ、現代に続くことになりましたが、戸田氏は他にも、大垣藩主として別家があり、この家こそが、戸田氏の中でも最も有名な一族となっていきます。本家を超える10万石の領主になり、ベリー来航でも活躍する。大垣藩戸田氏のその後、戸田氏の中でも最も繁栄したのが、大垣藩10万石の藩主として、明治時代には本家を超える伯爵の爵位を得た、大垣戸田家です。この家は、戸田氏の初代、戸田宗光のこの代に宗家と分かれており、戦国時代の当主、戸田和明は、本家とは別に、独立した戸田氏当主として家康に仕えていました。和明は分家の立場だったため、関ヶ原の戦い前は、武蔵の国の川越周辺で、わずか5000石の所領を持つ身分に過ぎませんでした。関ヶ原の戦いでは、東山道を進み、上田城の真田昌幸と戦った徳川秀忠の軍勢の一員となりましたが、和明は関ヶ原の戦いで飛躍のきっかけをつかみます。和明は、西軍に着く真田昌幸の上田城への攻撃を主張する秀忠に対し、開戦前から唯一反対意見を唱え、家康の本軍への合流を急ぐべきだと主張し続けていました。戦後、秀忠が治山を叱責された際、和明は攻撃に反対し続けたとして家康に称賛され、以降、家康に目をかけられるようになります。和明は、1601年に近江大津3万石を与えられ大名となり、大津東部にあり、琵琶湖水運の要衝である是々城の築城を命じられ、これを成し遂げました。築城の才能は、息子の忠氏兼にも受け継がれ、氏兼は、大阪の神戸に、尼崎5万石を与えられ、尼崎城を築きます。1620年からは、大阪城を徳川家の西の拠点にすべく、総奉行として、10年以上にわたって大阪城の大修築に関わり、豊臣時代を超える規模の新大阪城を築き上げました。こうした功績もあり、1635年には大垣藩10万石に加増され、戸田本家の石高を超えるに至りました。氏兼は、正室に戸田本家から戸田安永と於大の方の娘、松姫との間に生まれた楓姫を迎え、本家だけでなく徳川家ともつながりを持ちます。氏兼は、1637年に起きたキリシタン弾圧に対する反乱、島原の乱にも出陣し、数少ない実戦経験者として、水野勝成や立花宗茂らと共に、幕府軍の主力として、乱鎮圧に貢献しました。その後戸田氏は、11代将軍、徳川家斉の時代に、婿養子として戸田氏当主となった戸田氏徳が、老中に任命され、幕府政治の中枢にも入り込みます。氏徳は、ロシアのラクスマンが日本人漂流民の大黒屋幸太夫を伴って日本に来航したのに端を発したロシアとの外交問題に老中として対処しました。こうした経験もあり、大垣藩は西洋文明も積極的に取り入れ、財政悪化に苦しみながらも藩政改革を進め、軍隊の様式化も進めていきます。孫の忠氏政の代にはペリーが開港を求めて来航し、大垣藩戸田氏は、またもや外交問題に巻き込まれます。当時、浦賀奉行を務めていたのが、戸田氏の分家出身の戸田氏義で、氏義は、幕府代表として、浦賀でペリーと会談しました。氏義は、攻撃的なペリーを警戒し、本家の大垣藩に援軍を要請し、大垣藩は、軍事の責任者だった小原鉄心に、150人の兵を率いさせ、黒船来航という未曽有の事態に対応しました。この出来事をきっかけに、大垣藩は、以前にも増して西洋文明の吸収を進めるようになり、若手藩士を、江戸で有名だった佐久間象山や勝海舟などの元へ多数送り込み、人材育成にも力を入れます。しかし、大垣藩はあくまでも譜代大名で、幕府側として立ち振る舞っており、禁門の変では、幕府軍の一員として、小原鉄心を中心に、長州藩の部隊を撃退する活躍を見せました。
それでも西洋文明を積極的に取り入れ、他藩との交流も活発だったことから、藩内には尊王攘夷派も多く、藩内は揺れ動きます。小原鉄心などは戸田氏と縁の深い扇町三条実成の推薦を経て、大政奉還後には新政府の一員に推薦されるほどでした。しかし鳥羽伏見の戦いでは鉄心が不在だったこともあり、幕府側として参戦してしまい、戦後には藩主の戸田氏孝は朝敵に指定されてしまいます。ここで新政府側の小原鉄心が大垣に戻り、反論を尊王で統一し、幕府側から新政府側へ寝返る先駆けとして大垣藩を新政府軍に組み込むことに成功しました。大垣藩は東山道軍の先鋒を務め、戊辰戦争を戦い、戦後には戸田藩家三千石、分家の宇都宮藩一万石を大きく上回る三万石の昇天禄を与えられています。これは薩摩藩、長州藩、土佐藩に次ぐ全国第4位の大きさで、西洋軍備を整え新政府軍として戦功を挙げた大垣藩の活躍の重要さを表していると言えます。明治維新後は藩主の戸田氏孝は留学を経てオーストリア公使を務め、その後は皇室に仕え、皇室の儀式を司る式部長官などを歴任しました。氏孝は大正時代まで宮内省で活躍し、藩主経験者も少なくなってきた1936年に83歳の長寿で亡くなりました。こうして戸田氏は戦国時代以来徳川氏と共に苦難を乗り越え続け、最後には徳川家と袂を分かちながらも生き残るしたたかさを見せ、現代にまで続くこととなったのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴史ショックはいかがだったでしょうか。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけるとチャンネル登録画面に移ります。歴史ショックでは Twitter、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。